は台湾台東県台東市出身のプロ野球選手、宇藤右内、読売ジャイアンツ所属、台湾の原住民である阿弥族の出身で日本国籍を保有しない。ただし、日本国内の高等学校に3年以上在籍していたため、NPB では日本国籍を持つ選手と同等の扱いを受けている。また、プロ入り当初は、 日中久氏名だったが2009年12月に非対抗に改名した。小中学校時代は遊撃手としてナショナルチームに所属し野球留学のために福岡第一高等学校へ入学。高校時代通算39本類らを記録した。2005年10月3日の高校生ドラフト会議で 北海道日本ハムファイターズと福岡ソフトバンクホークスの一巡目で競合し、抽選の結果日本ハムが交渉権を得たが、同会議では一旦は交渉権獲得球団は福岡ソフトバンクと発表されてしまい、混乱が起こった。兄のヨーヨーくんと同じソフトバンク入りを熱望していたが、日本ハム側の熱烈な交渉と、 本人が初めて北海道を訪れてみるなどの経緯もあって、最終的に日本ハム入りを決意。台湾人史上最高位の指名を受け、台湾では話題となった。入団当初の背番号は24。2012年3月10日、阪神甲子園球場にて2006年開幕前の3月に、第1回ワールドベースボールクラシックのチャイニーズ台北代表に選出された。 シーズンでは9月27日、前の試合で、声優劇手の金子誠が故障したため初の一軍、昇格。シーズン一位確定をかけた二連戦とあって出番はなく、2006年は一軍出場0試合に終わったが、二軍では新人ながら、積極的に起用され、91試合出場、打率。274、チーム最多の9本類が5盗塁を記録した。 8月には、イースタンリーグ月間 MVP を受賞している。しかし守備面では、リーグ最多となる30失策を犯してしまい、不安が見られた。オフの11月に開催された第16回アイブフ、インターコンチネンタルカップの台湾代表に選出された。同大会では、全試合に出場し、打率267、日本塁打と大活躍し、銅メダルに貢献した。 11月から12月にかけて開催された、ドーハアジア競技大会の野球台湾代表に選出された。同大会では優勝を果たした。2007年は、春季キャンプは故障で出遅れるも、シーズン序盤から一軍の打線が振るわなかったため、4月19日に首脳陣から起爆剤にと期待され一軍昇格。十五試合に出場し打率は、三十九に終わったが、 遊撃手、三塁手、代打などで起用され、一軍経験を積んだ。二軍では打率、305の好成績を残した。2008年は二軍で打率、342、8本塁打、7盗塁と、さらに打率を上げ、最高出塁率、最高超打率のタイトルを獲得。同僚の市川拓と激しい首位打者争いを繰り広げ、イースタンリーグ2位の打率を残した。 また、シーズン終了後の12月24日には、台湾で、モデルやタレントとして活動していた、シャーテ姿と結婚している。2009年6月頃、強権を生かしたい、首脳陣の意向により、外野手に、コンバートされた。一軍昇格後、8月21日のソフトバンク戦で、打順、守備ともに、プロ初となる一番、左翼手で、先発出場するも力を発揮しきれず、 ほどなくして二軍落ち。12月に中久氏から対抗に改名したことが球団から発表された。2010年は開幕当初こそ外野の守備固めでの出場が多かったが、一一種の高橋真嗣の故障離脱に伴い右翼種の稲葉、厚敷が一一種を務めることが増えたため、後半戦からは右翼種のレギュラーに定着し、過去最高の109試合に出場した。 2011年は初の開幕一軍及び開幕戦先発出場を果たした。シーズン中はフリーエージェント権を行使して対談した森本、木明に代わる2番打者を主に務め、6月下旬に田中健介が骨折した後は1番打者としても出場した。プロ入り初めて規定打席に到達したものの、持ち前の積極性でリーグ最多三振を喫し、 2012年シーズンの課題となった。守備位置は持ち前の瞬速と強権を生かした外野手での出場だった。2012年は中堅守で前年まで3年連続でゴールデングラブ賞を受賞していた糸井義雄との間でセンターの守備力は変わらない。ならば義夫の強権を生かす夫人の方が良いとの首脳陣の意向で中堅手にコンバートされる。すると、 この変更が基地と出て、日の広い守備範囲が生かされ、この年、自身初のゴールデングラブ賞に、伊藤吉野義パリーグ外野手、部門1位で受賞。また打順は、前半から中盤は6番としての出場がメインとなり、前年に続いて、田中健介が怪我で離脱した翌8月30日以降は、ポストシーズンまで主に1番で起用された。さらにオールスターゲームにも、 ファン投票により初選出され、第1戦に1番、中堅手として、先発出場。1回裏に、史上2人目となる初打席先頭打者本塁打を打った。さらに、第3戦でも1番、中堅手として、先発出場し、先制本塁打を含む3安打4打点の活躍で、前半の勝利に貢献して MVP に輝いた。8月8日に、帯広で行われた。 ソフトバンク戦の中井裏に実刑のヨーヨー君と一軍公式戦で初対戦。この兄弟対戦は兄が先発登板したこの年のクライマックスシリーズファイナルステージ第一戦でも実現する。シーズン成績はリーグ唯一となる全試合フルイニング出場を果たしすべて自己最高の打率。287、7本打五55打点の成績を残す。 シーズン終了後には年俸9200万円で契約を公開し、背番号は1に変更された。2013年1月14日に第3回 WBC 本戦のチャイニーズ台北代表に選出された。同大会では台湾代表の背番号1を背負い、自国開催で盛り上がる台湾で3月3日のオランダ戦では6回に2点本塁打を打つなど、一時、 ラウンド B 組 MVP を受賞する働きで2次、ラウンド進出に貢献した。シーズンでは6月12日の阪神戦で、フルーニング出場は途絶えたものの、2年連続で全試合出場、さらに全試合スタメン出場も達成した。8月22日に中田翔が戦線離脱してからは3番打者として起用され、9月18日の対西部戦では、 プロ初の4番打者としても出場した。その他の試合では主に1番打者を務め、本類打は前年のほぼ倍となる18本67打点。47盗塁はいずれも自己最多で93得点で自身初となるリーグ最多得点を記録。47盗塁を記録した盗塁は自身そして球団史上初となる盗類を獲得だった。 台湾出身選手の打撃タイトル獲得は1994年の大砲安明以来19年ぶり。課題とされた三振の多さは変わらなかったが、前年の倍以上となる78四死球を選び、出塁率は前年の337から367と大幅に改善させた。年俸は倍以上となる2年総額4億円で公開した。 オフの11月に台湾で開催された2013ベースボールチャレンジ日本 VS チャイニーズ台北へのチャイニーズ台北代表に選出された。2014年は開幕から主に1番を打ったが6月9日の中日ドラゴンズ戦で本類突入時に左膝を劣章し登録を抹消され2011年6月15日から 続いていた連続試合出場は442試合でストップした。右肩痛や前述の足の故障がありながら7月9日に復帰。復帰後は3番に定着し68試合で打率。310.54打点を挙げるなど打撃は好調を維持。約1ヶ月感染線を離脱し、19試合の出場ができなかったにもかかわらず、あと7輪で3割となる打率。 293, あと5本で30本塁打となる25本塁打、100打点に、あと15点と迫る85打点という、主要打撃部門で大台に近い成績を残した。またゴールデングラブ賞は、史上1位体となる3年連続外野手、部門1位の得票での受賞を果たした。2015年、WBSC プレミア12にて2015年は、開幕を3番で迎えたが、 4月12日に右太ももの張りを訴えて出場選手登録を外れた。5月4日の楽天戦で一塁にヘッドスライディングした際に左手をついて負傷し、左手修上骨剥離骨折と診断され1、ヶ月半離脱した。故障が響き、86試合出場、打率25、259,7本塁打、36打点、14盗塁と低迷した。 オフの9月30日に第1回 WBSC プレミア12のチャイニーズ台北代表に選出された。2016年は前年の故障から復調するとシーズンを通して一軍に帯同。前半戦では1番打者、3番打者としてスタメンに定着するとともに打率3割を記録した。右肋骨の亀裂骨折が判明した8月中旬以降は 回打線に回り、スタメンを外れ途中出場する試合が続くようになる。打撃の調子も徐々に下降線をたどるようになったが、中堅の守備では骨折箇所の痛みに耐えながら、要所で好プレーを披露した。9月21日には、ソフトバンクとの首位高防戦7回表に代打へ起用されると、7回裏から中堅手として引き続き出場。 1>, 1点リードで迎えた9回裏西2.3塁で、江川千明が打った、大飛球をフェンス際で候補するなど、2度にわたる、ビッグプレイで、さよなら負けのピンチを救うとともに、チームを4年ぶりのリーグ優勝を大きく手繰り寄せた。レギュラーシーズンの一軍公式戦全体では、大台の3割には届かなかったものの自己最高に、並びリーグ8位の打率、293を記録。 本類打も2年ぶりの2桁本類打となる14本を記録。一方で盗塁はレギュラー定着後最小の5個に終わった。中堅の守備では2年ぶり4度目のゴールデングラブ賞を獲得する一方でザーがマイナス10.0にとどまるなどを守備力に評価が分かれた。ポストシーズンではソフトバンクとのクライマックスシリーズファイナルステージから不振。 ステージ突破を経て臨んだ広島東洋カープとの日本シリーズでは10月26日の第3戦以降スタメンを外れて代打、守備要員に回った。この年のシーズン中に国内フリーエージェント権を取得し、日本ハム球団では水面下で人の残留交渉を進めたが、年俸や若手選手主体のチーム構想などをめぐって人折り合いがつかなかった。 日自身は日本シリーズ終了後の11月7日に国内 FA 権の行使を表明。この表明によって日本ハムからの対談が事実上決まった。11月10日付で NPB から国内 FA 宣言選手として講じ、オリックス、楽天、読売ジャイアンツの3球団が獲得に乗り出した。2016年12月14日に 巨人が日の入団で合意に達したことを正式に発表した。背番号はに契約期間は5年で、期間中の年俸総額は推定15億円。12月19日に開かれた入団記者会見には、日本国内の報道陣に加えて、日の故郷である台湾のメディア7社から12名の報道関係者が出席した。そのため、 台湾語を話せる通訳が会見に同席したほか、会見の生中継動画が、球団公式の Facebook 公式アカウントなどを通じて世界中に配信された。10年間で打率3割を超えたことのない日に対して、この巨額の年俸総額は台湾でのビジネスの収益性を加味したものと、週刊ポスト2017年1月13.20日号で報じられている。 2017年の第4回 WBC は移籍1年目でシーズンに集中したいという理由で辞退した。レギュラーシーズンでは下半身のコンディション不良で開幕1軍に間に合わなかった。6月6日の西部戦から1軍昇格し、8月は1番打者として好調で打線を引っ張る働きを見せたが、9月になると不審に陥り、打率を下げていき、 結果としてこのシーズンは87試合出場、打率、264、本塁打も9本にとどまった。オフの10月11日に、第1回アジアプロ野球チャンピオンシップのチャイニーズ台北代表に選出された。2018年は、開幕から一番中堅守として出場していたが、4月3日の中日戦の1打席目に左手に支給を受け、左手甲の骨折と診断された。 この怪我により2ヶ月以上棒に振り、復帰した後もレギュラー定着とはいかず、87試合出場で打率、245、10本類打、37打点と前年同様不振に終わった。それでも、原辰則からの信頼は厚く、原の監督就任会見では、長野久義、坂本隼人と,と共に、中心、模範になってほしいと名前を挙げられた。非本人は、 今年は、こんな数字で終わってしまった。頑張るしかないです、と振り返った。9月17日の中日戦では、通算105本塁打を打ち、自分は、ホームランバッターじゃないので、100本塁打は褒めてあげたいとコメントした。2019年は、マルカの加入やカメイ行の好調ぶりもあり、スタメン出場は、左投手の時に限られ、マルカ入の影響での慣れ親しんだ。 中堅守ではなく右翼守で出場する機会も増えた。代打の切り札である安倍晋之助と共に右の代打として代打打率394を記録した。7月に腰の張りで一時登録を外れた以外は一軍に帯同したため移籍3年目で出場試合は初めて100を超えたものの本類だ。打点は移籍5最章にとどまった。第2回。 WBSC プレミア12には選出されなかった。2020年は、自身初めて一類種に挑戦するなど、起用の幅を広げて、レギュラー奪還を目指したが、不審で約3ヶ月間の二軍調整を余儀なくされるなど、出場機会は限られ、38試合出場、77打席はいずれも一軍デビュー以降二番目に少ない、数字となった。日本ハム時代、 日本ハム時代の2013年は中堅方向への本塁打が多かったが、日自身は逆方向を意識している旨を述べている。規定打席に到達した年は打率280、10本塁打、50打点前後あるいはそれ以上の成績を残している。三振が多く、2011年のレギュラー定着以後、規定打席に到達したシーズンは三振が全て100を超え、 BBK のキャリアイは2013年の0.49となっている。また、日本ハム時代は規定打席に到達した上での打率3割に到達した経験がなかったため、巨人移籍直後の自主トレの際には自身の課題として3割を打たないといけない。打ったことがないので打者として早く壁をクリアしたいという趣旨のコメントを残している。 日本ハム時代の2013年に400イニング以上出場した中堅守としてリーグトップのザー13.3を記録した守備は超一流と評され4度のゴールデングラブ賞を受賞している。日本ハムで一軍のレギュラーガイア手に定着した時期には一軍監督の栗山秀樹から守備力に全幅の信頼と期待を寄せられていた。栗山によれば太鼓の守備力は センターとしては、今、日本で一番でしょう。守備範囲が広いことに加え、打球への飛び出しが素晴らしく速い。吉尾も速いけど、太鼓の方が、猛反歩、反応が、速いような気がしますという。遠投110メートル、50メートル走5秒9。ヒーローインタビューなどにてファンへ向けて発する、3球です。お決めゼリフとしている。 松井和夫とは年に一度は食事する中、日本ハム時代の2015年1月にはロサンゼルスで合同自主トレーニングに臨んだ。日本ハム時代の2011年に打席への登場曲に起用し始めたリンキンパーク、ナムは日本ハムで自身の前に背番号1をつけていた新女の在籍時の登場曲でもある。 日本ハム時代の2012年6月16.17日に行われた選手プロデュースデーの試合では、両日限定で各選手それぞれ公募によって選ばれた登場曲が流され、日の曲として新庄が日本ハム時代の3年間起用して定番だったドクタードレー、ザネクストエピソードがファンにより選出される。また同曲を2016年のクライマックスシリーズでは、 正式な登場曲として起用している。利用組合北海道日本ハムファイターズ講演会が球団とコラボレーションして毎年の最新ヘアデザインのモデルを若手選手の中よりファン投票で選出している企画ファイターズスタイルの2007年度初代モデルに選ばれた。用という性の読み方は台湾ではヤンであるが登録名では日本風の読みの うでプロ入り前にすでに呼ばれ慣れていることを理由に、性の身が日本風の幼腸祖、改名後は、生命ともに日本風の幼大官としている。長兄のよう明るいさを、時系の菱中、叔か、おじのようすけひ重帝の長駅もプロ野球入りしており、助、人氏を除く三人には日本の球団への在籍経験がある。日本球界では明るいさをと、長径が、 台湾風、洋華が日本風の読み方で本名を登録名に使用。明るい竿がソフトバンクに在籍していた時期にはパリーグの一軍公式戦や2012年のクライマックスシリーズで対抗と対戦したこともある。さらにバスケットボール女子、チャイニーズ台北代表選手の筆絵は実前に当たる。なお、鳩子以上の園籍には、 台湾球界でプロ入りした日森や非憲服などもいる。太字は2021年の起用曲、CMPV。ありがとうございます。